今日も京都で、ハンバーガーをね探す旅でございますけども、すでにもういい匂いがしているもう食べたい。あ、こんにちは、ジェームズ・ユキです。毎回思うんですけど、このストロークいる？もうちょっと長くても、もうちょっと長くてもどうですか？何がどうですか？どうですか？最高です。いやいや、もうだってもう今日もうすでにいい匂いしてるし、もうだって間違いのないお店さんですから。はい、トリップクローズさん、もう、ね、久しぶりなんですよ。軽く軽く、意気込みは軽くいもんじゃない、がっつりいくもんだ。全身全霊で今日も全種類食べる気合いでいくぞ。これでまた行かされるんだろ。はい、こちらトリップクローズ、いい匂い。どうもどうも、どうもご無沙汰しちゃってて、いろいろと。僕前食べた時ちょっと増えた、テリヤキバーガー、ネギ塩バーガー、渋いね、ネギ塩バーガー、まあ、トリップクローズバーガー、まあこれ看板メニューですよね、うん、オレンジソースバーガー、ちょっと何フレンチな感じ、マーマレードをちょっと、シャレオツなの作っちゃってもう最高ですね。まあ、確かにすげえいい匂いもしてるし、どうしようかな。でもやっぱり久しぶりっていうのもある、はい、でやっぱお店の看板メニュー、はい、トリップクローズバーガー、略してトリクロバーガー、はい、ありがとうございます。お願いします。はい、ジェームさん、はい、チーズトッピングしてもらいます。あ、じゃあチーズのトッピングで、はい、お願いします。楽しみです。おお、すごい。はい、はい、来た、はい、はい、あ、あ、もうこの安定感、これ、いいでしょう。よし、いや、もう、止まりません。うまーん、うまい。安定感なんだよ、やっぱな。すごいやっぱね、こう肉肉しいし、肉汁のジューシー感があるんだけど、これ棒野菜のおかげでね、すごくね爽やかなのさ、止まんないの。うん、ソースがまたいいんだよこれな。やばいね、うまい。なに、マフィア風味。え、マフィア風味、マフィア風、あの白黒にするんだ。あ、はい、テイムワーク、さまざまな具材が一つになって初めてうまいものになる。分かってんのか。最後日本語なの。風だもん。なんだ、下がっていくのか、そうやって。さ、一人ぼっちしていくのか、また
はい、というわけでございまして、ごちそうさまでした。ありがとうございます。トリップクローズオーナーの松本さんでございます。よろしくお願いします。ここね、まあキッチンカーじゃないですか、はい、でこのキッチンカー置いてある場所が、はい、お店の駐車場なんですよね。そうです、そうです。あ、ご自身のお店、後ろの居酒屋も、そうです、そうです。でこちらもご自身でやってる、はい。なんでまた居酒屋とキッチンカーと両方やろうという。居酒屋やってて、うん、まあ、今このコロナの状況もあって、うんうんうん、やっぱテイクアウトの需要が伸びてるということで、うん、なるほどね。でもまあ元々ね、ハンバーガーやってたね、以前やってらっしゃる、はい、ちゃんとその時は実店舗があってやってらっしゃってという経緯もありますもんね、はい。で、さっきもちょっと言ったんですけど、はい、ちょっとメニューの種類が増えましたね。はい、ちょっとネギ塩なんてなかったですよね、前ね。なかったですね。うん、あとオレンジソースもなかった。なかった。ネギ塩に関しては多分そんなにやってるところないと思う。ネギが絡んでるってあんまないですよ、バーガーとしてね。塩ともないと思うんですよ。うん、完全にもう単塩の流れじゃないですか。そうですね、そうですね。同じ牛ですから、部位が違うんです。ね、うん、あ、オニオンの代わりにネギ。そうです、そうです、そうです。わ、玉ねぎなのか長ネギなのか違いに、ね、あれ面白い。あ、はい、こっちも食べてみたい。で、オレンジソースバーガーって、オレンジソースはマーマレードを結構多めに使って、うん、あら、フルーティーというか甘めというか、うん、ちょっとじゃあなんかフレンチな雰囲気。そうですね、洋食の方に持ってってるような感じ。へえー。で、これね、さっきもそうなん、トリクロムバーガーもそうなんだけど、はい、クリスピーがいい味出てますよね。でも食感として ね、いいの。やっぱバーガーってちょっと柔らかい感じで、 ね、そこにね、はい、クリスピーのカリッカリッ感がいいんですよ。いい働きしてると思います。で、またお安いんですよね。まあ、良心的にやらせていただいております。素晴らしいです。ありがとうございます。このご時世本当に、うん、まあ、ちょっと先ほど僕は店頭で、ね、食べさせていただきましたけども、はい、基本こうやって椅子とかテーブルなんかも用意したりするんですか。日曜日はテーブルと椅子を置いて、うん、まあ、食べていただけるようなスタイルでやってるんですけど、うわ、これからのシーズン最高じゃないですか。ね、天気がいい時はね、ぜひ皆さん水曜日曜です。よろしくお願いしたいと思います。バガジャニーって一緒にやってもらいたいんですけど。 OK でございます。ありがとうございます。OK でございます。じゃあこちらのカメラに向かってまいりましょう。じゃあせーの、バガジャニー。Thank you.